この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ヘッポコ魔法なんかでペンダントが光るわけ。嘘
ちょっとヨレヨレしてんだな。マジカルキャッチ、ナリバーフラッシュ。わー、やったわ、変身成功。まだ出てこないんですか。あ、はい、じゃあ出てくるわね。あ、待って、あれ、お待たせしました。すごい、みんな私の美貌に驚いているわ。よし、みなさんこんにちは。100億年に1人のアイドル、ラリマーです。これは3秒に1人のおばちゃんだね。ラリマーは気づいてないんだな。やだ、どうしましょう、ドキドキしちゃう。でも友達みんなからどうしても出るようにって言われて。チャームポイントはふわふわの毛、プリプリのヒップも自信があります。リアクションに困るんだな。仕方ない、ラブ、とっとと己の現実を受け入れる、ラブ。なんでこんな姿に。やっぱりルビーの魔法でうまくいくわけない、ラブ。ごめんね、ラジマ。というわけで、やっぱり優勝はグランプリに輝いた私のアイドルのお仕事一発目は、ジュエルモールのポスター撮影でございます。カモンセット。ララお嬢様、あ、お父様からのメールですわ。飛び降りた瞬間を撮影してポスターにすること、お父様より。うわ、むちゃくちゃな社長命令ですわ。これってバージージャンプだい。はあ、こんなはずじゃなかったのに。おば様、おば様。あ、というわけで、さあ皆さん、私に代わって優勝した100億年に1人のアイドル、ラリマンさんがポスター撮影のための大ジャンプをお見せしますわ。ラリマン、ラリマン、こんなところから飛ぶなんて絶対無理よ。それじゃあお願いいたします。飛んじゃってください。私はファンの期待に応えたい。なぜなら私はでも、ラリマン、ラリマンはアイドルだよ。どんな姿でも私にとってラリマンは誰よりも可愛くて誰よりも輝いてるアイドルだよ。だから自信を持って、アイリー。あ、光
ポスター取ってっちゃう人もいるんだって。犯人は身近にいるんだな。やべ、よかったね、ダリマ。よっ、100億年に一人のアイドル。もう、やだわ。もう、照れるじゃないの。のジュエルウォッチを全部イカリングにすり替えてやるっぽ。なあ、ここは誰もいないんだな。次はあたいが鬼っぽ。どこに隠れてるっぽ。見つからないラブ、悔しかったら見つけられる。
面白いわ。あ、待って、パワー、ブルブルなんだよ、寒い。よし、ゾリキャー、マジカルポッカポカ、やった、こたつだ。え、このこたつよく見たら飛び箱だった。部屋の入り口もわからなくなっちゃった。携帯も繋がらないし、このままじゃ遭難しちゃう。うわあ、遭難なんて、遭難の嫌だ。マジカルなんとか。どうしよう、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 どうしよう。完全にパニックなんだな。みんな落ち着いて、こういう時こそ心を一つにして冷静になりましょう。大丈夫よ、きっと助かるから。そうだよね、ラリマーの言う通りだ。まずはラブラを探しましょう。多分こっちの方角に。何やってるポ、このメギツネが。ごめんなさい、あたいの後についてくるポ。ないの、あたいのことはいいから、とっととラブラを見つけるっぽ。分かったわ。したっぽ、あたいがいないと本音が言えないダメなやつだと思ってたけど、結構やるっぽ。ありがとう、しっぽさん。私あなたのこと誇りに思うわ。だったらもう、あたいのこと嫌いだなんて二度と言うなっぽ、このメギツネ。分かったわ、しっぽさん。ジュエルペット、ただいま逃亡中。生ぬるいラブ、まるで沸かしてから3時間経ったお風呂のようにぬるぬるラブ。もちろん追い焚き機能なんていうシャレたものは使わない。お互い頑張るラブ、ラジャー。ふぅ、助かった。実はこれおはぎだったんだよね。ヤッヘー、おはぎだったラブ、おはぎだったラブ、おはぎだったラブ。まったね、終わり。
のマジカル占い。今日一番ラッキーなのは三つ子の双子座の人。二番目にラッキーなのは五つ子の双子座の人。ややこしいんだな。ルビーだよ。ルナなんだな。朔太郎の発明っていまいち役に立たないんだよね。私たちの魔法も似たようなもんなんだな。そう？ルビーはちゃんと魔法使えてるよ。いつどこで何時何分何秒のことなんだな。次回ジュエルペットマジカルチェンジ。魔法なんていらない。パパってどんな人。みんなも一緒にマジカルチェンジなんだな。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。